次に高橋千鶴子君、はい、高橋君、はい、日本共産党の高橋千鶴子です。今回の建築物省エネ法案を提出するかどうか、政府の温暖化対策への本気度が問われていたと思います。2050カーボンゼロを確実に実現するためには、2030をどの水準で迎えるかが決定的であり、本法案の成立は最低限の条件だと思います。資料の丸1を見てください。地球温暖化対策計画における CO2 削減目標は、円グラフの真ん中、これ全体の話です。原油換算で6240万キロリットルです。そのうち住宅建築物の削減目標は889万キロリットルで 14.2%、 同計画は全体としては2016年5月13日閣議決定の目標5030万キロリットルからは、1210万キロリットル上積みされておりますが、構成比で見ると住宅建築分野で見るとですね、14.5% であった重税の目標と変わらない、むしろ減っているのはなぜでしょうか。天野住宅局長。お答え申し上げます。2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向けまして、昨年10月に改定されましたエネルギー基本計画におきましては、省エネルギーの徹底が必要とされ、我が国全体で2030年度に約ご指摘のとおり6200万キロリットルの省エネルギーを目指すこととされております。これは改定前のエネルギー基本計画における省エネ量の約5000万キロリットルに対しまして2割の深掘りに相当いたします。で、建築物分野におきましても改定前の計画が約730万キロリットルの省エネを目標としておりましたので、今回の計画において約880万キロリットルというのは、こちらも約2割分目標を強化することに相当してございますので、我が国全体としての省エネルギー量の増加割合とおおむね同じ割合分目標を強化するという結果になっているものでございます。はい、高橋千鶴子君。はい、まあ、そうおっしゃると思ったんですけれどね、住宅建築物からほぼすべてを占める業務家庭部門におけるエネルギー消費は全エネルギーの約3割、先ほど来言われていることです。日本の電力の最終消費の6割以上がこの両部門で消費されていると思います。当然政府全体の目標を達成するためには目標の引き上げ前倒しが求められる分野です。しかしながら前回法改正時に適合義務化を見送っただけではなく、今国会は当初は停止と見送る考えでした。政府全体の目標に貢献しないばかりか足を引っ張っていたのではないでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、そうではございません。まず第1点目の、前回、適合義務化を見送ったということでございますが、住宅および小規模な非住宅建築物については前回2019年前回の法改正時でございますけれども、省エネ基準への適合率が2016年時点で住宅は約6割から、小規模な非住宅建築物は約7割にとどまっていたこと、それから中小事業者をはじめとする関連事業者の多くが省エネ技術に関し未習熟な状況にあったことを踏まえ、省エネ基準への適合義務付けではなく省エネ基準への適合を建築主に促す措置として、建築主による建築主への省エネ基準への適合状況の説明義務制度の導入等の措置を講ずることとしたものです。意外とこの建築主が建築主に説明すると、じゃあやろうというような例がここ 2,3 年非常に増えてきたということで、今回義務化にさせていただくということでございます。次にこの法案の国会の提出のタイミングにつきましては、当初は検討中の法案とした上で、原油価格等の高騰対策が急務となる中、住宅の省エネ化など経済構造の転換が必要になっていること等も踏まえ、政府全体として検討調整を進め、本年4月22日に本法案を閣議決定いたしたところでございます。国土交通省としては地球温暖化対策に関する政府全体の目標の達成に貢献すべく、
本法案を通じた建築物分野の省エネ対策についてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。高橋千鶴子君。そうではございませんって今日は珍しく大臣そこだけははっきりと力強くご答弁をいただいたと思うんですが、まあ、先ほど来ね法案に非常に不備があるんじゃないかという指摘があったと思います。だけどいやそれは私もその通りだと思うんですが、昨年もねずっと在り方検討会議論をしてきたわけですよね。おいで本当は5回で終わるって言ったものが5回で終わらないくらい議論が白昼したと。そういう中で当然法案を通すんだというつもりで準備をしてきたわけですよ。でそのことから言ってねそれを最初は出さないつもりだった。それも非常に政治的な理由ですよね。やっぱりそこはね真摯に認めるべきではないかとこのように思います。しかも市場が未成熟ですとか6割7割というお話もありましたけれども、そもそも今回義務付けようとしている等級の4がもうかなりね世の中的には世界レベルから言っても遅れているんだと、やっと今そこなのかっていうことが問題になっていると思うんですね。在り方検討会では2030年新築は設置基準を義務化するべきだという意見も多く出されたと思います。資料の丸2を見てください。省エネ性能に関わる上位等級の創設ということで設置基準は省エネ等級5に当たるということですが、すでに説明があったようにこの等級は今年4月の施行で初めて定義付けられて6と7は10月ということであります。したがって今回義務付けする断熱等級4は決して高い水準とは言えないわけですよね。で今ある戸建てあるいは集合住宅それぞれでどのくらいあるのか、またこれまで届出制だったとはいえ新築ではすでにね省エネ基準を満たしている住宅が体制を占めていると思いますがいかがですか。天野住宅局長。お答えを申し上げます。住宅ストックのうち現行の省エネ基準の水準でございます断熱等級4を満たす住宅の割合は2019年度時点におきまして一定の条件の下での試算によりますと約 13% となっております。で、戸建て住宅については約 12% 共同住宅においては約 15% と推計してございます。高橋千鶴子君。後ろの方答えていませんよ。新築も聞きました。天野住宅局長。新築につきましては全体で、約8割となっております。はい、高橋千鶴子君。何が言いたいかっていうとね義務化はしてないけれどもすでに新築は8割なんですよ。だから断熱等級4っていうのはもう当たり前にできてることなの。だからできてないところにきちんと手当てをしてやれば義務化っていうのはできたんです。設置基準はねまだ 25% 集合では 20% というレベルでありますけれどもここを引き上げていくのが求められていると思います。そこで、省エネリフォームに低利融資が提案されておりますが5300万戸の既存住宅のうち省エネ基準を満たす住宅をいつまでどのくらい、達成しようと考えているのか、まあ、その際等級4以下で新築してもう住んじゃってるお宅のね省エネ水準を引き上げることも目標にあるか伺います。住宅局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり2019年度における住宅ストック約5360万戸のうち省エネ基準を満たす住宅の割合は約 13% 推計してございます。本法案に基づきます各種の措置あるいは融資税制等の措置を講じることによって補助税制による遅延措置と相まって2030年度時点における住宅ストックのうち省エネ基準を現行の省エネ基準を満たす住宅の割合として一定の家庭の下での地産により約 30% を目指すとしております。高橋千鶴子君。2030年で 30% ですか。かなり低いですよね。それでその際さっきまた後ろで言った質問等級ですから義務化されていなかったので4も十分じゃないよねと私言いました。
で3の人も2の人もいるわけですね。でそういうあのところもね、あの新築しちゃったけどやっぱりの省エネ水準を引き上げるってこともありますかと、目標にしますかと聞いています。青野住宅局長。お答え申し上げます。先ほどの2030年度時点の3割という推計値でございますけれども、こちらはあの新築によって稼ぐというだけではございませんで、現行の省エネ基準に、下回るような水準であった住宅の改修によって性能が引き上げられて、満たすようになったものも含めた数値となってございます。高橋静子君。新築だけではございませんでっておっしゃいましたが、逆聞いたのは既存住宅の目標を聞いたんです。でその中に建てたばっかりだけども等級が4以下のところも目標に しますかと聞きました。青野住宅局長。すみません、質問の趣旨がちょっとよく把握できないと思うんですから、ちょっとこのお答えで、正しいかどうかは分かりませんけれども、新築で基準を満たすものが建築され、かつその既存についても、今、建てられているもので、基準が不適合なものが性能が向上するということも含んでおります。1980年基準を下回るいわゆる無断熱レベルのストックの比率がどの程度まで引き下げられるかという点で参考までにお答えを申し上げますと、足元では1980年基準を下回る、ストックの個数が全体に占める比率は 29% でございますけれども、それを約1割に、減らしていくということを目指すこととしてございます。ストックについても質の低いものの比率を引き下げていくということを同時に進めていきたいと考えております。高橋静子君。そうですよね。私が聞いたのは古いそれこそ無断熱の住宅をまず早く回収しなくちゃいけないよねっていうお話と、せっかく最近建てたんだけれども結局義務化されていなかったがためにまだ4である、あるいはそれ以下であるという住宅もありますよねと、そのよう分けて聞いたんです。で今は無断熱の1980年レベルのやつが 29% どころ1割に下げるとお答えになりましたということは、あとその4以下のすでに省エネ基準を満たしているけれどもすでにさらにアップするという目標を持っていますかと聞き、どうですか、答えますか。青野住宅局長。お答え申し上げます。申し訳ございません、ちょっと理解が悪くてですね、現在基準が適用義務化されておりませんので、その一部、8割以外の2割の方は基準に適用していない状態でございますので、その方々がその今後ですね2030年までに改修するということも含めているのかと、支援対象として、そういう方々も支援対象になってまいりますので、そういう方が性能を引き上げるということも、踏まえまして 30% にはそういう方々も含むことになります。はいはい、高橋静子君。はい、ここを、ね、結構はっきりさせないとダメだと思うんですよ。 87% が基準を満たしていないというお話がありましたよね。で無断熱の話がありました。でそれを1割に下げたとしても、でもその間がね義務化されていない時期に断熱やったつもりでいる、せっかく、ね、お金かけてやったけれども、それじゃあちょっとね
もう今の水準に合わないのよと、設置基準をやるべきよとか、そう思った方たちにもう一度応援するってことをしなければ全体の目標が引き上がらないんだよということを言ってるんです。そういうつもりでよろしいですよね。天野住宅局長。はい、引き続き今立っている持ちでより高い水準を目指していただくことが必要だというその通りでございます。はいはい、高橋千鶴子君。はい、これ検討会の中でも言われているわけなんですよ。つまり義務化が遅れた分だけ今の水準で、だから今の水準これから義務化する4ってのはもうほとんど定着するわけですよ、立てているときには。だけどそれが義務化じゃない時期が長くなった分だけもっと本当は高い水準を望むべきだったのに、そうでないところがいっぱいあるんだと、そこをちゃんと認識しなきゃダメだという意味で言わせていただきました。それからアパートの個人経営である大家さん、分譲マンションとかではなくて普通のアパートの、ね、個人経営である大家さんにも支援策、500万とかの融資ではなくもう少し大きなのが必要じゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。天野住宅局長。お答え申し上げます。賃貸共同住宅につきましても従来からの ZECH等への支援に加えまして令和4年度予算におきまして住宅エコリフォーム推進事業を創設し、住宅の居室等を ZECH 水準の省エネ性能に改修する場合について国が直接支援を行うこと、さらに住宅金融支援機構におきまして省エネ性能の高い賃貸住宅の新築等に対しまして融資を実施するなどの取り組みを行ってまいります。国土交通省といたしましたこれらの施策を通じまして賃貸住宅の省エネ性能の向上に努めてまいりたいと存じます。はい、高橋静子君。はい、ここも周知をお願いします。今日鳥取県の話題で持ちきりだったと思うんですが、あり方検討会のメンバーでもある全国知事会会長の鳥取県知事はネスト、内家とネーミングをして、ネクストスタンダードということだそうですが、鳥取県庁省エネ住宅性能基準を設けて、やっぱり UH0.34、国が今回基準として設けるのは 0.87、要するに熱を逃がさないということで、低い方が逃がさないわけですよね。国基準は 0.87、ZECH でも 0.60 ということですから、さらに国よりも2段階以上高いレベルを平均の目標としているわけなんです。で、検討会でプレゼンも行っておりますが、すでに義務化をしている欧米に匹敵する目標だと思います。で、なんていうんでしょうかね、ホームページの中でね、冬も暖かく、快適でコストパフォーマンスがいいという実績を上げていて、とても分かりやすいコマーシャルをしています。エアコンを切っても室温が下がらず1階のエアコン1台だけで2階まで暖かい、年中春のように家事ができる、薄手の部屋着で快適なので肩こりが改善したとか、以前は寒くてなかなか起きられなかったがスッと起きられる、バタバタすることなくイライラも減ったなど、全部私がいいなと思うやつなんですけれども、そういうね、やっぱり断熱省エネ住宅、確かに最初はお金がとてもかかります。でもそれが本当にね、いずれ健康という形で帰ってくるんだよということを分かりやすく PR する素材、提供する、周知していく工夫が必要だと思います。どうでしょうか。青野住宅局長。お答え申し上げます。断熱省エネ性能の向上によるメリットといたしましては、光熱費の低減による経済的な効果ですとか、あとは住宅の温熱環境の改善によるヒートショックの防止等の健康面への効果があるものと考えております。昨年1月に施行されました小規模建築物に関する説明義務制度の運用にあたりましても、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明の際に断熱性能と健康の相関が関係に関する情報も合わせて紹介されるよう国の補助事業によりチラシ等を作成し提供しているところでございます。今後とも住宅の省エネ性能向上に向けて関係省庁とも連携しつつ、断熱化に伴うこのようなメリットにつきまして周知普及を図ってまいりたいと存じます。はい、高橋静子君。
再エネのところ一つだけ聞きたいと思うんですが、再エネ促進区域のイメージをね伺いたい。どんなの、まあ、要するにこう面積というんでしょうかね、範囲というんでしょうかね、そういうのをどんな区域に設定しようと考えているのかということと、まあ、当然ねあのゾーニングをする以上はその個々のお宅にあの再エネをということではあるんだけれど、あの既存住宅も含めてねあの設置していくということがあの大いに求められあの期待されていくと思うんですが、そのための支援策はどんなことを考えているでしょうか。青野住宅局長。お答え申し上げます。本法案におきましては、市町村は基本方針に基づきまして建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることが必要であると認められる区域について促進計画を作成することができることとしております。導入することが効果的な再生可能エネルギーは地域によって異なりますが、例えば太陽光や太陽熱につきましては年間を通じて日照に恵まれた地域、風力につきましては海岸沿いの地域など一定の風速が得られる地域など地域の自然的な条件に応じた再生可能エネルギーの利用を促進していくことは考えられます。本法案により促進区域におきましては建築物の新築や改修に際し設計段階における建築士から建築主への再生可能エネルギー利用設備の導入効果等の説明義務、再生可能エネルギー利用設備の設置にかかる携帯規制の特例許可の措置が講じられることにより建築主による自発的な設備の導入を促進していくこととしておりますが、特に既存住宅につきましては再生可能エネルギー利用設備の設置につきましてフィット、固定価格買取制度による支援に加え、リフォーム税制や本法案により創設する住宅金融支援機構の低利子などの支援策を講じることにより再生可能エネルギー利用設備の設置を支援してまいりたいと存じます。高橋静子君。はい、あの、まあ、そうですよね。今回のはむしろこうの目的としてのいいことなんだよということでね、あのそれ自体の促進区域自体のねあの支援策があるわけではないけれども制度を利用してっていうお話だったと思うんです。ただ今最後にねフィットの話をされましたけれど、検討会の中でねやっぱフィットはもうかなり安くなってて、それはあのメリットにならないよと、むしろ自家消費なんだっていう議論があったと思いますが、その点はあの視野に入ってないんでしょうか。天野住宅局長。お答え申し上げます。あの買取もそうですけども自家消費をあの推進していくことはあの国土強靭化の観点からも非常に重要だというふうに考えております。はい、高橋静子君。あのそれでこそ本当のプラマイゼロの、ね、エネルギーあのになっていくと思いますので、あのこれはぜひ、ね、進めていって、それがメリットになるということを構築していただきたいと思います。それであの資料の3なんですけれど、先ほどあの古川委員からも少しご紹介がありましたけれど、これはあの全県総連の工務店のアンケートです。であの建設現場は昨年来のウッドショックに加え、あらゆる資材の高騰やあの給湯器やトイレなど納品遅れといった悲鳴が上がっています。で上の段がその納品遅れの状況で、あの例えば3月に納品された給湯設備はいつ発注したものかっていうので、納品までの平均日数が 66.7 日、最大日数が240日ということで、工期を待ってもらっているっていう方が一番多いんですが、一部にキャンセルも出ているという状況です。それから建材の住宅設備の価格高騰の影響でかなり上がったが 53.3% ということで、やはり木材が圧倒的に多いということであるんですけれども、それで伺いたいのは、今回はそのトップランナー制度でね、大手住宅建築業者が大いに役割を果たしてもらいたい、そう思うんです。だけどもこうして資材があの不足しているよと、あるいはあの高くなっているよっていうときに、やっぱりあの大手のバイングパワーにね拍車がかかって中小工務店を圧迫しないような指導を徹底するべきだと思いますが、いかがでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、価格の上昇、資材の価格の上昇、それからあの納入の遅延、まあ、これらはあの本当に注意深く我々としても今注視しているところでございます。
国土交通省としては中小工務店を含む住宅事業者に必要な資材設備等が適切に供給されることが重要と考えております。供給側の関係事業者に対してはこれまで取引関係のない事業者からの調達も検討するなどサプライチェーンの多元化強靭化を必要に応じて促しておりますけれども引き続き関係省庁と連携して対応を検討してまいりたいと思っております。はい、高橋千鶴子君。やはりここは市場任せというわけにはいかないのでしっかりと連携も取りながらお願いしたいと思います。で、合わせて省エネ基準を自ら確認できる建築士は5割から6割程度と言われています。取り残される建築士や工務店が出ないように技術研修や制度の周知への支援どのように行うのでしょうか。阿波野住宅局長。お答え申し上げます。昨年2月から3月末にかけまして建築士事務所に対して行ったアンケートによりますと計算または使用基準との照合により省エネ基準適合を自ら確認できる割合は5割から6割程度となっており約3割が今後業務の委託や習熟のための講座受講等を予定しているというお答えをいただいてございますので基準適合義務化に向け建築士の省エネ基準への習熟度の向上を図ることが急務になっているところでございます。このため建築士の定期講習等を通じて法改正の内容について確実に周知を行った上で中小工務店等が省エネ関連技術に習熟するための十分な準備期間が確保されるよう全面適合義務化の施行は2025年度にするとともに昨年4月より施行されている説明義務制度への対応を通じ設計者としての習熟度を引き続き高めていただき省エネ計算によらなくても省エネ基準への適合を確認できる使用基準のさらなる簡素化合理化を進めさらに使用基準の内容につきましても従来から取り組んでおります中小工務店向けの講習等を通じて周知普及を図ることにより中小工務店等が省エネ基準への適合義務化に対応可能な環境の整備を推進してまいりたいと存じます。高橋千鶴子君。はい、講習についてもぜひ参加しやすい体制を取りながらね結局だから義務化を遅らせたのよっていう議論ではなくて本当は両方同時にやっていかなきゃいけないことだと思いますのでしっかりとお願いしたいと思います。それで建築基準法の問題で質問しようと思ってたんですが木材のことは先ほど山本委員が熱烈に質問しておりましたので一問飛ばしまして丸四の資料を見ていただきたいと思います。昨年12月に大阪市 北区の雑居ビルで放火殺人事件が起きました。容疑者を除き25名が死亡、2名が負傷という大惨事になりました。脱出口となる非常階段が火の手に阻まれ、逃げ場のないフロアで全員が発見されたということです。容疑者自身が亡くなってしまったということで、ご遺族のやりきれない思いはいかばかりかと思われます。で、資料の ④ には、2つ以上の直通階段の設置が求められる建築物にはどんなものがあるのかという一覧表であります。こんなにあるんですね。それで赤字で書いているところ、これは6階以上の建物は、2つ非常階段は必要なんだと。ただしこれは改正をしたのは昭和49年1974年であって、今回のビルは1970年に地区のために地上8階建てではありますが、適用外であったということであります。それとちなみに3の路から歯のところはキャバレーだとか風俗関係のお店の名前が、名前というか業態が並んでおりますが、これは2001年、平成13年、44名が亡くなった新宿歌舞伎町の火災を受けての開催改正だと承知しております。こうした、火災のたびに事故、今回の船の、連絡船の問題もそうなんですけれども、改正をいろいろしてきたわけですけれども、問題はその前の適用外の建築物についてどういう
その趣旨を徹底させていくかってことが問われていると思うんです。それでまず消防庁に伺いますが、この火災事件を受けて消防庁と国交省による大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火避難対策等に関する検討会が立ち上がっています。消防庁にその趣旨とスケジュールなどの見通し、また緊急点検も行っていると思いますが、簡潔にお願いします。斉藤審議官。お答えを申し上げます。昨年12月に発生した大阪市北区ビル火災では、避難のための階段が一つしかないビルにおいて多くの方々が避難経路を失い逃げ遅れたものと考えられ、多数の死傷者が発生したことから、消防庁と国土交通省が共同で学識経験者や関係行政機関等からなる検討会を設置し、階段が一つしか設けられていないビルにおいて今後取り組むべき防火避難対策などについて検討しているところであります。本検討会においては、本年2月の設置以降これまで3回にわたって検討会を開催し議論を行ってきたところであり、6月中を目途に報告書を取りまとめることとしております。また消防庁では本火災を受け、今回の火災建物と類似している階段が一つしか設置されていない雑居ビルに対して各消防本部による緊急立ち入り検査を実施したところであります。今回対象となったのが31,967件であり、このうち29,229件に対して緊急立ち入り検査を実施し、実施率 91.4% でございました。なお未実施の2738件は各消防本部における年次計画や歳末期の立ち入り検査により調査期間の前に実施されたもの、あるいは新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け実施を延期したものなどであります。検査の結果、避難施設や防火戸にかかる不備が一定程度ございましたが、そのうち一部はすでに改善をされております。また現時点で未改善のものにつきましては、各消防本部において現在是正指導が行われているところであります。このような不備を是正していくことはリスクを減らすという観点から非常に重要だと考えております。今回の緊急立ち入り検査の結果については、現在開催している検討会において報告の上、有識者の方々にご議論いただいているところであり、必要な対策についてしっかりと検討を深めてまいりたいと考えております。高橋静子君。ありがとうございます。次に国交省大臣に伺いますが、国交省も、ね、同じ検討会を消防庁と主催をして緊急点検も行っています。でその結果がどうであったのか、でその中に今言ったように建築基準法の改正前 のものも含めて点検をしたはずだと思いますが、その点をまず確認をしたいと思います。それで先ほど私がお話ししたように、建築基準法を改正してもそれ以前の建物に効力が及ばず事件につながるようなことはなくしたいと思うんですね。国交省として何らかの制度改正あるいは対応を検討しているのか伺います。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、令和3年12月17日に大阪市北区のビルで火災が発生し、これまでに26名の方が被害に遭われお亡くなりになりました。被害に遭われた方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。事件を踏まえ消防庁と連携を図りつつ、全国の地方公共団体において今回の火災建物と同様に階段が一つしか設置されていない雑居ビル等を対象として緊急立ち入り検査を実施しております。地方公共団体においては対象建築物約1万6000件のうち、これまでに約1万件について緊急立ち入り検査を実施し、このうち約2000件において階段部分の防火防炎措置等に関する建築基準法令違反や不十分な維持管理状態が確認されたところでございます。建築基準法令違反や不十分な維持管理状態が確認された建築物につきましては、地方公共団体に対して是正指導の徹底を要請しております。
また今後の対策につきましては消防庁と共同で先ほどご説明がございました、本年2月に設置いたしました大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火避難対策等に関する検討会において緊急立ち入り検査の結果等も踏まえつつ、階段が一つしか設置されていない既存建築物等における防火避難対策等について現在検討を行っているところでございます。今後本年6月を予定しております検討会の取りまとめを踏まえ必要な安全確保対策を講じていきたいと思っております。すいません、先ほど、対象建築物約、何と申し上げたのか分かりませんか、間違っていたようで約13,000、件のうちこれまで約1万件において、立ち入り検査をやったということでございます。対象建築物約13,000件でございます。失礼しました。高橋静子君。はい、実はこの緊急立ち入りを点検をする時の、要項っていうんでしょうか、何を検査しますかっていう中に私が言ったその基準法改正の前のものも含まれていたんですが、内訳が分からないんです。要するにまだそこまで詳細なものがなくて、それをきちんと出していただきたいと思うのと、やっぱりこう事件や災害が起きるたびに規制を強化してきました。でもその逆もあるんですね。それでやっぱり強化しても結局それ以前のものに対してやっぱりその趣旨を浸透していくっていう何らかの手立てをしなければ、いやいや別に違反してないよって話になってしまって取り返しのつかないことになるわけですよね。そのことをぜひ今すぐ全国に階段2つつけろっていうねことはさすがに無理だと思うんですよ。だけどそれに代わる対策をきちんとやっていくっていうことをね、やっぱり知恵を出さなければ絶対いけないと思うし、もちろん消防庁とも連携をしながらやっていただきたいと、そのことをね重ねて指摘をして、また次の機会をまた伺いたいと思いますが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。